近所にピアノ教室があるが、夜な夜な誰もいないのにピアノの音がするんだよ。でも聞いてみると心の安らぐ音色だったんだ。なのにある時を境にそれが不気味な音色に変わったんだよ。それが少し気になっていたね。よくある怪異話だが、音色が変わったか。何かの理由で音が汚れたのかもしれないな。鬼の居場所を探してくれる？られたのか。中にいる奴にこの迷惑な演奏をや。音が止んだ。誰もいないか。何かないかな。この子が演奏しているのかな。確かに曲は月光だった気がする。これって…まあ、おっさんより子供の天才の方が人気は出るよな。また始まったぞ。あなたたち、誰ですか？君がピアノを弾いていたの？弾くのはいいが、大層近所迷惑になってるぜ。ごめんなさい。迷惑をかけるつもりはないんです。私はただ月光を弾きたいだけなんです。コンクールで弾いた思い出の曲だから。でもなぜかピアノの音色が変わってしまって、いくら弾いても思い通りの演奏にならないんです。何が原因なんだろう。この子の演奏は音そのものが汚れていた。汚れを生み出している何かを特定するしかないな。
応した。この絵はジョバンニなんだ。雑誌に載っていた音楽家か。さてはこいつが汚れの原因だな。やっぱりだ。自分の弟子とこの子を重ねて嫉妬していたんだ。私は天才など認めない。私が最も偉大だ。おいおい、子供相手にみっともねえぞ。大人は黙って子供を見守るもんだぜ。もう大丈夫だよ。これでまた月光が引けるね。はい、ありがとうございます。いい曲だな。そういうこともわかるんだね。どういう意味だよ。もう聞けないのはちょっと残念かもな。そうだね。次だ。強くなったら新しい技を覚えるんだ。今ならできるはずだ。助けも大変だな。この襖、やけにそっけないな。その襖にはかつて竜が描かれていました。合戦に敗れた武家の者が仲間を弔おうと思い、彼らの血を炭に混ぜ竜を描いたのです。しかし弔いの竜はこの地に災いをもたらしました。死者の血で汚れちまったんだろうな。それだけ死んだ者の恨みが大きかったってことか。この時の住職はすぐにこの襖を焼き払おうとしました。ですが竜は襖から抜け出し、地面にある流血に飛び込んだのです。そして
龍脈の中に消えていったと言われています。絵の龍が逃げた？そんなことが本当に？汚れが原因ならあり得るぜ。龍脈に流血、少しこの辺りを調べてみるか。おそらく龍脈の中に龍は潜んでいるはずだ。あそこ龍は龍脈を移動してる。追えば流血があるはずだ。これが流血か。よし、こいつを閉じるぞ。待て。逃げた先にも流血があるはずだ。それも閉じるぞ。そうすれば龍は行き場を失い、俺たちの前に出てくる。任せろ。また逃げたか。他にも流血があるはずだ。全部閉じるんだね。了解。逃げ場もなくなってきたんじゃないか。そろそろ観念するんだな。最後は生きてつき執念だけがすごいよ。寺に戻ってみるか。あの絵がどうなってるか気になる。竜の汚れは払った。ようやく
これで真っ当な弔いができるぜ。ありがとうございます。これで長年の災いが消えるでしょう。こうしてみるとよくできた絵だね。ああ、今にも飛び出しそうだ。実際飛び出しちまってたけどな。あいつも焦ってそうだ。なんだ、何が起こってるんだ。あの巨人だ。くそ、まるで嵐だな。ついでに敵まで出てきやがったぜ。いいぞいいぞ。出てくるって教えておいてほしい。あれは迂闊に近づける代物じゃねえ。あの世の霧が集まってできてる。このまま突っ込んだところで魂が引き剥がされるだけだ。じゃあどうすればいいんだよ。簡単だ。思いっきり突っ込むんだよ。案内する。行くぞ。大丈夫なの？前に凛子たちが霧を突破する方法を考えていた。それにかけてみるんだよ。いい買い物できたか。まあね。
やば、気にすんな、倒せばいい。俺にも何か買ってくれたか。買う必要ないだろ。だったぞ。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。どうだ、
ご利益あったかも。またお前か、陽介。前に遊んでやっただろう。ダメ、まだ終わってないよ。だから隠れもしよ。こいつの執着心は少し妙だな。付き合ってみてもいいかもな。やったー、僕神社のどこかに隠れるから探してね。話のわかる神様だな。どうだ、ご利益あったかも。見つけたぞ。鍵が持ってやがる。どこかにないか探してみるぞ。社の鍵だな。かくれんぼを終わらせるぞ。あれ、いねえな。どこ行った。ねえケイケ、これ噂の神隠しとかじゃないよね。さあな、飽きて帰っただけかもな。ともかく、かくれんぼは終わりだな。また赤い桜だな。汚れを感じる。邪魔な敵。やるぞ。
よし、やったな。桜の汚れを払うぞ。やっぱり桜はこの色だね。赤くなるのは女の頬だけでいい。何があったの？この工事現場で死人が続出したんだ。もともと良くない噂があったんだけど、オーナーがどうしてもってね。やめとけばよかったよ。ここにいる何かを怒らせちまったんだろうな。この現場はヤバいって聞いてたんだ。だからもうやめちまおうと思ってたのに。なんだろこれ。
これを壊そうとして怒りを買ったみたいだな。それじゃ呼んで詳しい話を聞くとするか。なんか嫌な予感がするんだけど。この鎮魂碑をぶっ壊すぞ。正気かよ。愚か。まだ貴様のような輩が残っていたか。ありがたいね、壊す手間が省けたぜ。また我が館で牢石を働くか。何？タイムスリップ？昔は武家屋敷だったってことだ。鎮魂碑ができる。親方様は私。あいつを倒さなきゃここに残る二人はなくなるぞ。あいにく俺は仇じゃねえよ。お前を苦しみから解放してやりに来たんだよ。あの人、裏切られた恨みで悪霊になったのかな。よっぽど信頼してるやつに裏切られたんだろう。背中の傷ってのはずっと痛むもんだからな。俺が死ぬ前にあんたらが来てればよかったんだ。